CSS テキサスは南北戦争中のアメリカ連合国海軍コロンビア級砲角型装甲艦。艦名はテキサス州に由来する。戦争には間に合わず1864年まで寄港されず北軍が露革した時点では未だ偽装中であった。テキサスはバージニア州リッチモンドにおいて寄港された。浸水は1865年1月であった。 ロバート・イーリーが1865年4月3日にリッチモンドを放棄した時点でテキサスは未完成ではあったが無傷のままリッチモンド海軍交渉に残されていた。ほとんどの南軍艦艇は南軍撤退時に破壊されたがテキサスは破壊されなかった2隻のうちの1隻であった。翌日にリッチモンドが占領されるとテネシーはアメリカ合衆国海軍に露革されたが ここでも収益することはなかった。その後のフォーク海軍交渉のドックにあり、1867年10月15日にオークションでコネチカット州ニューヘイブンの JN レナード &CEO に売却された。テキサスの放課は初期の南軍装甲艦に採用された長方形ではなく、概ね八角形をしていた。建造中に物資不足のために放課長が短縮されている。 砲角には8カ所の訪問があったが、このうち6カ所は前後2門の旋回砲のためのものであった。テキサスの武装に関する詳細は不明であるが、姉妹艦である CSS テネシーには4門の6.4インチブルック史情報及び2門の7インチブルック史情報を備えており、また艦首には外装水雷が装備されていた。テネシー2の装甲は2インチ厚の鉄板3枚で構成されており、 操打室は傾斜した減速走行と一体化されていた。テネジー2の最高速度は5ノットで、乗員は133人とされている。しかしながら、テキサスが完成した場合、テネジー2とどの程度類似したかは不明である。他の資料では、テキサスの予定速度は10ノットであり、資材の不足のため、テネジー2とテキサスは最終的な詳細において、また、両者の走行。 武装及びエンジンも異なっているとしている。また建造中にも北軍との戦闘によって得られた経験をもとに改良が行われている。A-plan of A-gun and Mounting Intended for Installation on the Iron Craft CSS Texas。ありがとうございます。